はい。産福祉士資格合格チャンネルの講師のつーちゃんです。この動画では、社会福祉士や福祉住環境コーディネーター、そして公認心理士などの福祉系、心理系の国家資格を見るだけ、聞くだけ、聞き流しで合格レベルにする動画となっております。えー、ぜひ、皆さん見て、聞いて、学んでください。それでは行きましょう。はい。産福祉士資格合格チャンネルです。講師のつーちゃんです。今日もよろしくお願いします。 2024年版社会福祉合格テキストの21回目となります。今日はですね、社会保障の科目から、社会保障と介護保険についてやっていきたいと思います。2024年版社会福祉合格テキストの21回目です。社会保障の科目より、社会保障と介護保険についてです。一番です。社会保障の財源は何で賄われているでしょうか二つ答えましょう。 保険料と税金となります。まあ、社会保障と一口で言っても、財源何なのよというところですねえ。保険料、それと税金で賄われているということですね。では、税金はどんなものがあるでしょうか所得税や法人税、消費税、 そして徴収されるものですね。まあ、いろいろあるんですが、まあ、国であったり、まあ、あの、地方公共団体がですね、税金、あの、徴収していますけれども、そういった所得税、法人税、消費税などですね。2番です。社会保障給付費の約80%は何で占められているでしょうか ?2 つ答えましょう。年金が44.7%。 医療が32.9%となりますね、えー。社会保障給付費というのは、社会保障のために、まあ、拠出する、支出するお金のことですね。それの8割は、年金と医療で占められていると覚えておいてください。3番です。国民負担率とは何のことを言うでしょうか。国民所得、まあ、国全体の収入ですね。のうち、 税金や社会保険料として徴収されている割合のこと。これを国民負担率と言います。社会保険制度の特徴について見ていきたいと思います。4番です。社会保険の保険者はどこでしょうか国や地方自治体、またはそれに準ずる機関のことです。5番です。社会保険の加入はどうなるでしょうか 一定要件による強制加入ですね。6番です。保険料は保険加入者全体の保険事故の発生率に対応し、何によって保険料は決まるでしょうか応能負担ですね。能力に応じて負担するという割合ですね。そういったものが応能負担と言います。7番です。 労働者の場合、まあ、費用者保険ですね。ええー、まあ、あの、いわゆる雇われている、まあ、会社員であったり、そういった方ですね。は、非保険者だけでなく、何の負担もあるでしょうか事業主負担と公費負担ですね。事業主も、まあ、費用者保険の場合は負担がありますよということになります。8番です。社会扶助の制度で、生活困窮者向けには何があるでしょうか 生活保護ですね。9番です。生活保護の支給内容、支給方法は何でしょうか金銭給付となります。場合により現物給付ですね。まあ、現物給付の場合は医療とかですね、えー、病院にかかるときにここの病院に行きなさいよというような、そういったことがあるんですね。そういった場合は金銭ではなく現物給付となります。10番です。社会扶助の制度で、 低所得者向けには何があるでしょうか主要なものを3つ答えましょう。社会手当というものですね。えー、児童手当や児童扶養手当などですね。それと、生活福祉資金貸付制度ですね。これは社協さんがやってるですね。えーまあ、生活に困った資金を低利息で貸付してくれる制度のことですね。 そして公営住宅制度などですね。公営住宅、いろんな市町村の公営住宅や県の公営住宅ありますが、そういったところに、まあ、あの優先的に入れるような制度ですね。11番です。上記の低所得者向けの扶助の支給内容、支給方法は何でしょうか現金給付となります。12番です。 社会保険と社会扶助の比較についてです。はい、パンと表が出ましたが、えー、社会保険と社会扶助の違いですね。比較。ちょっと見ていきたいと思います。機、え、能、ー、なんですが、社会保険は防貧。まあ、貧困になるのを防ぐという役割。社会扶助は給貧ですね。もう、あの、貧困になっている方を救うという役割ですね。で財源なんですが、社会保険は保険料で賄っています。 で社会扶助の方はですね、まあ、生活保護とかですが、税負担ですね。これは公費負担となります。えー、給付対象は社会保険は非保険者で。社会扶助の方は貧困や低所得者になりますね。給付要件は社会保険の方は加入することが要件ですね。で社会扶助の方は視力調査であったり所得調査の上、決まるということ。で本人挙出の方は保険料。 いや、自己負担が発生しますよということですね。社会扶助の方は本人拠出はありませんで。給付水準なんですが、社会保険は各制度、まあ、いろんなあ社会保険がありますが、それにより設定はされています。で社会扶助の方は、最低生活を保障というのが給付水準となります。13番です。 2000年、平成12年に施行された介護保険制度の特徴を答えましょう。ここからですね、少し介護保険制度について見ていきたいと思います、はいえー。利用者自身がサービスを選択して事業者と契約する仕組みですね。これが介護保険の最大の特徴と言えます。14番です。介護保険制度の施行以前はどんな仕組みだったでしょうか 老人福祉法に基づく措置制度だったんですねこの措置制度というのは、行政機関が主体となってサービス利用の決定を行うということですね。えーまあ、どういうことかというと、まあ、今の介護保険制度はあの、利用者自身が自分でですね、えー、サービスを選べるんですね。選んで、しかも、えー、その事業者と契約を、まあ、その利用者自身がするということなんですね。でも、それ以前は、 あの、行政機関が、まあ、あの、あなたはこのサービス利用しなさいよとか、この施設に入りなさいよという、そういった措置の制度だったということになります。15番です。介護保険制度の保険者はどこでしょうか市町村ですね。特別区、東京23区も、ま、そうなります。16番です。介護保険の非保険者を答えましょう。 これもちょっと表になるんですが、えー、まず第1号被保険者と第2号被保険者という2つの保険者があります、えー、第1号被保険者の方は対象者が市町村の区域内に住所を有する65歳以上の人ですねで、第2号被保険者は市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険の加入者となりますね 受給権者ですね。保険給付の要件は、第1号の方は、要介護状態や要支援状態にある人。で、第2号非保険者の方は、要介護状態や要支援状態にあり、その原因である障害が、特定疾病による人ですね。このあたり注意しておいてください、まあ。要介護、要支援はもちろんなんですが、その原因にある障害が、 特定疾病にある人が第2号被保険者の支給要件となります。会合険の保険料の徴収方法についてです。17番です。第1号被保険者は誰が徴収者でしょうか町村ですね。18番です。第1号被保険者の保険料の徴収方法は何でしょうか ?2 つ歌いましょう。 年金が年額18万円以上の場合は、特別徴収と言います。これですね、特別徴収と言ってるんですが、年金からの転引で、これ普通っぽいですけどね。特別徴収になります。年金からの転引それと、上期以外の場合、まあ、あの、年額、年金年額18万円以下の場合ですね、は、普通徴収。 ですね。納付書を家に送付して徴収してもらうというやり方ですね。この二つの徴収方法となります。19番です。第2号被保険者は誰が徴収者でしょうか医療保険の保険者となります。20番です。第2号被保険者の保険料の徴収方法はどんなでしょうか医療保険料と合わせて徴収。 ですね、えー。国民年金、あ、じゃなくて、国民健康保険であったり、いろんな保険がありますよね。その保険者が医療保険料と合わせて介護保険料も徴収するということになります。21番です。介護サービスを利用すると、介護保険によって給付される費用はどれだけでしょうか 原則9割となります。または2割か3割の方もいます。まあ、どういうことかというと、介護サービス、まあ、あの、要介護とか要支援になって使いますよね。そうすると、その費用の9割は保険によって賄われる。なので、えー、実際自己負担は1割ですよということ。ただしですね、2割3割というのが、あの、これ、収入によってちょっと変わってくるんですね。結構お金があると、収入がある方は、 えー、なので、何、えー、ですか、三、えー、3割負担とか、2割負担とか、ということになります。はい、えー、ここからですね、生活保護制度に、を見ていきたいと思います。生活保護制度の概要についてです。22番です。法的な根拠は何に基づいているでしょうか日本国憲法第25条に規定する生存権の理念。 これが生活保護制度の法的な根拠ですね。これ覚えておいてください。23番です。生活保護の財源構成は何でしょうか税ですね。税金が財源ですね。24番です。非保護世帯数のうち約半数は何でしょうか高齢者世帯となります。これ、この辺試験に出やすいんでね。 覚えておいてください。非保護世帯のうち約半分は高齢者世帯なんですね。25番です。保護費の多くはどの費用にかかるもので占められているでしょうか ?3 つ答えましょう。生活扶助、住宅扶助、医療扶助ですね。この3つが保護費の多く、ほぼほぼこの3つで占められているですね。まあ、生活にかかるお金の扶助。 ですね。そして住宅ですね。まあ家賃であったり、そういったものにかかる扶助。そして医療扶助わかりますね。あの、病院にかかる医療費の扶助。この3つが、生活保護費の多くに占められているとなります。え、ここからですね、家族手当制度の概要を見ていきたいと思います。26番です。家族手当制度の実施主体はどこでしょうか市町村となります。まあ、ただしですね、米印ですが、公務員、 は、諸葛町で実施なんですね、えー。市町村、公務員は市町村ではないですね。諸葛町です。27番です。無給資格者は誰でしょうか父母等施設入所児童は施設の設置者等となります。28番です。児童手当の費用負担について見ていきたいと思います。はい、バンと出ましたが、 自動手当の方なんですが、費用負担ですね。これは、費用者ですね。まあ、あの、会社員とか、誰かに雇われている、そういった人ですね。それは、児童が0から3歳未満の場合は、事業主が15分の7負担。で、国が45分の16負担。地方自治体が45分の8負担という、結構細かいね。 負担の割合となっています。これが0から3歳未満の場合です。子供がですね。で、3歳以上の場合、1歳以上から中学校終了までの児童の場合は、国が3分の2、そして地方自治体が3分の1負担。で、費用者ですね。非費用者か。非費用者は、いわゆるまあ自営業者とか、あの、会社員とか、誰かに雇われていない方ですね。その方は、えー、国が3分の2負担、地方自治体が3分の1負担。 公務員の場合は、全年齢ですが、所轄庁が10分の10負担となりますね。手当の額なんですが、0から3歳未満は一律1万5000円ですねで。3歳から小学校終了までは、第1子、第2子は1万円。第3子以降は1万5000円。これ月額ですね、すべてね。第3子以降になると、ちょっと増えるということになります。 中学生は一律1万円となりますね。細かい数字ですね。そこまで覚えてなくてもいいと思うんですが、第3子以降が1万5千、まあ3歳から小学校終了までですが、第3子以降が1万5千円になるとかですね。0から3歳までが1万5千円一律。で、中学校以上ですね。それは一律1万円とかはちょっと覚えておいてほしいですね。あとですね、費用者の負担割合、まあ会社員。 の場合ですね。0から3歳未満の児童の場合は、事業主も負担割合がありますよということですね。このあたりちょっと押さえておいてください。29番です。その他の家族手当の種類についてです。はい、これもバンと出ました。結構多いんですね。ただし、かなりあの重要となります。試験では出やすいところなんでね、えー、ちょっと見ていきたいと思います、えー。まずですね、児童扶養手当というもの。これは、 一人親家庭及び両親のいない家庭で児童を養育しているものですね。これが年齢は18歳まで。で、在宅というのは、あの、まあ、施設じゃないですね。地域で暮らしている、いわゆる普通の家とかですね、そういったところで暮らしている方は、あの、まあ、受給がされるんですが、まあ、あの、例えばですね、児童養護施設とか、そういったところの施設に入っている場合は、支給は児童扶養手当はされないとなります。 次に、児童、特別児童扶養手当ですが、これはですね、精神または身体に障害のある子どもを対象に、その保護者や養育者となります、えー。年齢は20歳未満までですね、OK です。これも在宅の方が対象で、施設に入っているともらえません。次に、特別障害者手当というものですね。これは大人になります。精神または身体に著しく重度の障害。 ここですね、著しく重度の障害を有し、日常生活において常時の介護を必要とする特別障害者ですね、大人の方。で、年齢は20歳以上にならないとも,もらえないということになります。まあ、逆にですね、こういった方は20歳未満は特別児童扶養手当がもらえることになりますんでね。で、この、これもですね、在宅の方のみですね、施設に帰っている方はもらえません。 次に、障害児福祉手当ですが、これは精神または身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にあるものです。これは20歳未満ですね。まあ、あの障害児福祉手当をもらっている方が20歳以上になって、特別障害者手当をもらうことになるというパターンですね。 これが多いです。これも在宅の方はもらえますが、施設に入所されている方はもらえませんで。最後ですね、特別障害給付金というのがあります。これは国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者ですね。まあ国民年金入る義務があるんですが、まあ任意加入をしていない方もたまにはいるんですね。 そういった方ですね。そういった方で、障害基礎年金がいたもらってない方ですね。これはまあもう年齢とか在宅大切は関係ありませんね。えー、まあこういった条件に当たる方は全員がもらえるとなります。はいえー、今回ですね、試験対策として社会保障の科目より、社会保障と介護保険を取り上げています。前半ですね、社会保障とはどういうものかとか、どういうところから出ているのかとか、 あとですね、中盤は、会合権についてちょっと深掘りをしております。会合権かなりですね、社会福祉試験でも重要ですのでね、えー、しっかり見て聞いて覚えてください。そして最後の方ですね、児童手当とか各種手当について、えー、深掘り、これもしております、えー。手当の方はですね、非常に、非常に、あの、試験でも重要です。 えー、特別児童扶養手当とか、特別障害者あ、あの、手当とかですね、そういったなかなか細かい部分で、えー、在宅ではもらえるのか、施設だったらもらえないのかとかですね、えー、誰に給付されるのかというところもしっかりと、あの、押さえておいてください。はい、えー、何度も何度も繰り返し動画を見て聞いて覚えてくださいね。聞き流し、ながら聞きで OK ですのでね、生活のちょっとした隙間時間や空いた時間、通勤・通学の時間、夜寝る前の30分とか、 朝起きた後の15分や20分でもいいのでね、毎日コツコツやることで絶対に力はつきますのでね、試験にコツコツやって備えてください。はい、社会福祉の合格適当がまだまだ上げていきますのでよろしくお願いします。以上です。